でしょうか。はい、もうバッチリ来てる来てる。はいはい、もう皆さん登場してください。よろしくお願いいたします。大きな拍手でお迎えください。はい、皆さんどうも、こんばんは。なんかさっき受賞した瞬間割と私服率高かったんですけど、だいぶ着替えた方もいらっしゃるようでございますね。いや、そういう割には着替えてないですよ。あ、着替えてない。あ、よかった。着替えてない組が登場したということで、はい、はい、急いで着替えた組がいっぱいいる。ありがとうございます。ですから前後合わせとかが逆になってる方もしかしたらいるかもしれませんけど、そこは突っ込まないようにしていただきたいと思います。お願いします、勘弁してください。右と左違う。じゃあ早速いきますよ。兵庫県人賞受賞しました、はい、広めた欄会の皆さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ご紹介に預かりました広めた欄会でございます。はい、ちょっとね、さっきも言った通り急いで衣装着たとか、ちょっと帰ってもていないとか、ちょっと寂しいのあるんですけど ね、残ってるメンバーひっかき集めて、これべしゃっていいの？べしゃ？べしゃる、しゃべる。もういい。我々何ですかって言いますとね、高知のよさこい祭りに行くために集まった合同チームでございます。はい、はい、ベシャってそういう意味を言ってたの？どういうこと？そういうベシャリをしたかった。今ね、はい、10チーム以上集まってるっていうことを言いたかって。はい。はい、で今年のね、高知のよさこい祭りも、はい、ぜひぜひ行きたいなというところで、今絶賛新曲仕込み中でございます。はい、はい、なのでぜひぜひ気になった方一緒に行きませんか。お待ちしてますということで、衣装は決まっておりません。はい、見てもらったら分かります。衣装バラバラでございます。赤、白、黄色、緑、おろおろ、いっぱいいます。いっぱいいます。というぐらいでバラバラでございます。で、踊り子さん、スタッフの皆さん募集しております。ぜひよろしくお願いいたします。お待ちしております。よろしくお願いします。はい、さあ、それではね、踊っていきたいと思います。はい、それではね、みんな弾けていきましょうか。楽しんでいきましょうか。さあさあ、それでは参りましょう。はい、いきましょう。永遠姫路、姫路、そらI'm gonna make you mine.
いっぱい元気いっぱい挨拶しましょう。レイ、ありがとうございました。ありがとうございます。撤収お預け、ちょっとお待ちいただいてお話伺いたいなと思いますけれども、なんかもういろんなチーム合同でございますから、いろんなチームのその衣装を着てますから、なんかプチ総踊り状態になってますけどね、ちょっとお話伺ってみたいなと思いますけれども、どなたに。めっちゃ目合いましたね。あー、めっちゃ目合いましたね今ね。こんばんは。こんばんは。はい、普段どこのチームにいるんですか。どこ、なんてチーム。エンブレムです。エンブレムです。はい、はい。何歳ですか。7歳です。7歳。はい、53歳です。こっちのお姉ちゃんはね、あ、言わない言わない、大丈夫大丈夫。はい、じゃあ今小学校1年生ですか。2年生です。いやいや、7歳、8歳がそれぐらいのもんね。確かにそうです。はい、今日踊ってみてどうでした。はい、踊りの楽しい時ってどんな時、どんな瞬間が楽しい。踊ってるところが楽しい。あ、そりゃそうだ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 。すいません、すいません、私が質問の仕方間違えました、ごめんなさい、本当に。まいちゃんどうですか、何か質問ありますか。今日の衣装とっても素敵ですけど、どこが自分の中で気に入っているとかありますか。ファッションチェック。どうですか。袴が、うん、いいと思います。袴がいいと思う。いいですね。はい、来年 の衣装も袴を検討していただき、エンブレムの皆さん、袴を検討していただき、合同チームなんでね、それぞれ衣装も特徴がありまして、ね、じゃあまた来年もエンブレムで来るか、もうこのね、広め隊で来るかわからないですけども、おどこ祭りに来てくれますか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ねえ、もう本当にこれからまたどんどん新しいこういったね、才能がもう開花してくるということでございますので、はい、じゃあね、若い方聞きましたので、いや、こういう言い方したらなんかすごい、そうですよ、どうせって話なんですけど、そういう悪意はないですよ、悪意はないですよ。なんでみんな目合わそうとしないですか。え、最年長どこにいらっしゃる。そう、最年長、ちょっと前の方に出てきていただいて、はい、はい、言っときますよ、今日ケーブルテレビ生放送してます。生放送で最年長でさらされました。はい、ごめんなさいね、本当に打ち合わせもなしに突然振りまして、レディーにこういうことを聞くのなんでございますけども、はい、年齢とか伺ってもね、私誕生日が来たら70歳。わお。お元気、お元気というか、え、やっぱりこの元気にいられる秘訣っていうのは、一緒に楽しく踊れるのが元気。よかった。ここで毎週ジムで水泳やってますとか言われたらどうしようかと思ったんですけど、よかったよかった。まあ、この踊りを通じてもう本当にいろんな方ともねコミュニケーション広がったと思いますけども、いつから始められたんですか。もう20年くらい。20年、年季入ってる。はい、なんかこう20年でこう踊りをやって変わったこととかありますか、自分自身の中で。元気でいられることと、もう若い人たちとも普通にタメ口で喋れる。あ、タメ口でしゃ、そこそこ、なるほどね。ちょっと若干優越感も感じながら楽しみ。あ、なるほどね。もう皆さんやっぱりね、捉え方というか違ってくるわけでございます。また得るものも違うということでございます。はい、そうですね。また来年も踊っていただけますか。多分。あ、多分。無理なさらない程度によろしくお願いいたします。ありがとうございます。楽しみにしてます。ということで、広めタラン会の皆さん本当におめでとうございます。今一度大きな拍手お願いいたします。ありがとうございました。それではご登壇いただきたいと思います。ありがとうございます。いやー、なんか本当に面白いですね。その、もともとそのチームで所属してるけども、はい、そうではなく、こうやって合同でコラボレーションというチームが受賞するというのもなかなか面白いものです。いや、いいです。そしてですね、今回惜しくも賞に漏れました。